心配してたんですよ、警部補。あなたの様子を見に来たんです。これまでのことは私の責任でもあるんです。そのことを謝りたくて。警部補、あの写真はもうしまった方がいい。過去は変えられないんです。でも人生は取り戻せる。あなたのため、コールのためにも。お前と一緒にいればまた信念を取り戻せるかもって思ってた。ところが結局アンドロイドも人間が作った偶像に過ぎないんだよな。身勝手で残酷な話だ。目が覚めたよ、コナ。もう希望なんてないんだな。ハンク、僕は。さあもう帰れ。任務でも達成してこい。それしか興味ないんだろう。さっさと失せろ。Huh?